で何なんだろう感じてるだけなのかな。でもさっきと全然違う気がするんだよな、その走り出しとか。ギア1個上がっちゃうしな。さっきまで上がって4速で行ったら今5速まで上がった。さっきの会社の裏が僕らのテスト のナンパーテストの人にダダンっていうところがあるんですけど、はい、そこ の通った時って結構このトラックうるさいんですよ、はい、でもその時のギャップを超えていく感じが今までのおとなしい気がする。全然静かじゃないですか。僕さっきまでバッタンって言ってたのに、ね、これねすごいっすよなんでギアがどんどん上がってっちゃうってやばくないですか。エコモードっていうのがあるんですよ。エコモードにするとあのエコモードなんでどんどんギアがこう上がっていくわけですよ。あの燃費がいいとか、はい、そうですね。 でも今エコじゃないんですよ。ノーマル、ノーマルです、はい、ノーマルだとちゃんとあのエンジンがブーって曲がって、あの回って次のギアに上がっていくモードなんですけど、エコモードパイに早く上がっていってるんですよね3,4,5 ってやって、さっきのちょっとした作戦でも5速とか入っちゃったんですよね。さっき入ってなかったの。よっこいしょ感が全然ないです。あのトラックってやっぱ重いじゃないですか。はい、出力とかランクルみたいにこうスーッといかないわけですよ、はい、通常、うん、その走り出しがもう全然違いますよ。もう笑っちゃってインプレッションが全然違うもんだってありがとうございます。トラック7年前ぐらい、8年前ぐらいに会社入った時ぐらいからずっと乗ってるんですけど、そんなことないですよ。9万キロぐらい一人で僕乗ってるんですよトラック。いや確かにこれでも今ポッと出ただけでも路面のギャップに対する当たり感が全然少ないね。バタバタ感がすごく少なくなるね。大きなトラックもなんかあるね。レバトラックの運転手さんは嬉しいでしょう。はい、皆さんこんにちは、ダケチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、はい、130R 横浜の店長の、はい、ありがとうございます、岡田さんです。はじ、い、めまして、岡田と申します。いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あの前回、はい、織戸さんに、はい、ランクルと86テストしていただいて、はい、大変盛り上がりました。そうですよね。なんかあの本当になんて僕は思ってたんですけど、はい、あの終わった後の感じ見たらすごかったですね。はい、でなんか終わった後に、はい、ちょっと店長も乗ってきてよって86、はい、ね、乗って、ね、いや本当にもう笑っちゃってなんでこの構造でそうなるんだろうっていう、はいはいはい、理解がよく分かる、あの不明な感じの。でも早かったんですよね。早かったさ、ありがとうございます。あんなに早くないありがとうございます。だいぶ早くなったと店長の方から言っていただいて、で、はい、まあちょっと今回、はい、まあ今回一番前回の動画で織戸さんが驚いていただいたボディオン S っていう商品があるんですけど、はい、あれ乗り心地いい系なんですよ、はい、で実はあの業務用でトラック用って、まあ、一般販売してないんですけど、はい、トラック用っていうのを作ってまして、はい、それを持ってきてたんで、はい、トラックあるじゃないですか、130のトラックを、はい、これにでこれつけていただけるんですか。店長乗られるんですよね。よくまあ乗りますよね、はい、富士行ったりで、もうちょっとやっぱり、はい、乗り心地良くなったらもちろん、良くなったらもちろんいいですよね。わかりました任せてください。ついてくれますか。はい、ありがとうございますなのでそのトラック用と、はい、あとあの86につけたラジエーターの BY、 はい、それ両方つけて、はい、まあ、この車の乗り心地と、まあ、その加速感的なところ少しサポートできるかどうか、はい、やってみてもらっていいですか。やってみたいですね。はい、じゃあぜひちょっとこれからつけますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、あの今ちょっとですね、はい、一周また乗っていただいて、はい、あのノーマルで、でこれからあのそのノーマルとの違いをですね、はい、やりたいと思います。まずラジエーターこれあの本当にこれだけですか。岡田店長がお好きなこれフォースにくくりつけるだけですか。そうです。あの86で、はい、はい、あの無言で帰ってきた時は僕忘れませんよもうあれ岡田店長ちょっと怒ってるのかなと思って。結構無言になりますよね。なりますね。理解できなくて、はい、でも早いのだけは感じて、いやいや、はい、でそれをですね2個、もう最初から今回2個つけます。はい、はい、でちょっとこうキャビン下ろして、はい、あのトラック用のボディオンでトラック用のボディオンですね、はい、最強の、はい、つけますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、あ、なんかシンプルに大きさが大きいわけじゃないですね。あ、もう形は一緒、中身が違うだけなんですよ、はい、
倍ぐらいの大きさになってたと思うんですか。そうです。中の中のあのこちょ内容物を変えることで、はい、まあちょっとこうトラック用と書いてあるんですけど、はい。すごい。はい。なんだろう。感じてるだけなのかな。でもさっきと全然違う気がするんだよな。その走り出しとか。ギア1個上がっちゃうしな。さっきまでここだって4速で行ってたのに今5速まで入っちゃったからね。なんでなんですか。なんでギアが変わるっていう。走り出しが違いますもん。なんか走り出し。さっきの会社の裏が、はい、僕らのテストの、あのダンパーテストの人がにダダンっていうところがあるんですけど、はい、そこの通った時って結構このトラックうるさいんですよ。ババンって。はい。でもその時のギャップを超えていく感じが今までのおとなしい気がする。シフトが上がった時の加速感もなんか全然いい気がする。ほら全然静かじゃないですか。もっとさっきまでバッタンバッタン言ってたのに。いやこれはね。なんでギアがどんどん上がってっちゃうってやばくないですか。ギアが上がってっちゃうってやばくないですか。このトラックオートマなんですけど、はい、なんかこのエコモードっていうのがあるんですよ。エコモードにするとあのエコモードなんでどんどんギアがこう上がっていくわけですよ。あの燃費がいいのか、はい、何なのか。そうですね。 でも今エコじゃないんですよ。ノーマル。ノーマルです、はい。ノーマルだとちゃんとあのエンジンがブーって曲がって、あの回って次のギアに上がっていくモードなんですけど、エコモードバリに早く上がっていってるんですけどね、今これ3、4、5ってやって、さっきのちょっとした直線でもなんか5速とか入っちゃってましたけどね。さっき入ってなかったのに。なんなんですかね。その分だけ車が走ろうっていう感じがあるんでしょうね、うん、多分車側で、うん、よっこいしょ感が全然ないです。あのトラック、トラックってやっぱ重いじゃないですか。はい。だからそのこういうローダーでも、まあ、今空にですけどよっこいしょっていう感じで発信するわけですよ。はい。そんなさ、さっき社長がやってた86とかランクルみたいにこうスッといかないわけですよ。はい。通常、うん、その走り出しがもう全然違うんですよ。ほらもう全然違うもん。もう笑っちゃって、インプレッションが全然違うもんだって。ありがとうございます。岡田店長吹いちゃってますよ本当に。結構ねもう今このトラック7年前ぐらい8年前ぐらいに会社入った時ぐらいからずっと乗ってるんですけど、はい、そんなことないですよ。9万キロぐらい一人で僕乗ってるんですから。トラックじゃあだいぶ自分の手足のように。そう、はい。岡田さんありがとうございました。すいません笑ってます。ずっと笑ってるんですよ。もうインプレッションっていうかなんか面白くてしょうがないみたいな。でもあのこの本当トラック会社のトラック、はい、ほぼマイカーのようにほとんどの出張、はい、僕がこのトラックで過去ずっとやってきてるんで、はいはい、この子といろんな旅をしてきたわけですよ。はい、やっぱ笑っちゃいます。いやあのまあもうインプレッションはねもう結構途中言っていただいたんで、でもかなり、いやもう全然違います。違いました。違う。ありがとうございます。ちょっと特注のトラック用とあと、ラジエーター BY2 個つけたんで、はい、まあよかったです。岡田店長これから出張が楽になることを。いやもう本当ですよ。あとやっぱりこれ あのオーナーであるですね、はい、社長にもちょっと乗ってほしい。あそうですね。じゃあちょっと社長も今いらっしゃるんで、そうじゃあ最後にちょっと社長に一周回っていただけますか。オーナー、はい、オーナーはい、わかりました。じゃあちょっともう一回行ってきます。はい、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 すいません。確かにこれでも今ポッと出ただけでも路面のギャップに対しての当たり感が全然少ないね。あのこれですね、このトラック用のボディオン、これトラック用で特注なんで。特注なの。はい。バタバタ感がすごく少なくなるね。そうなんですよ。これはトラックの運転手さんは嬉しいでしょ。そうですよね。なんかバラバラになるんじゃないかなみたいな感じがあったんですよ。普通に乗ってると、はい、そういうの全然ないね。あとエンジンのトルク感もなんかある、ね、そうです。ラジエーターついてます、2個。一緒ですよ、トルク感がすごくある。ありがとうございます。はい、ということで、はい、
いろいろとありがとうございました。いい勉強というか経験ができました。最後トラック、はい、岡田店長乗って、その社長に乗っていただいて、2人ともかなりいい感じで、どうでしたか。いやもう走り出しがやっぱりいつもトラックってよっこいしょって走り出すんですけど、うん、そこがもうブッと、あ、それはラジエーター、ラジエーター、ね、そうですね、はい、いや確かにブッてもう、はい、ブッて出ますよね。うん、すごかった。ありがとうございます。乗り心地は、乗り心地もこの裏のスポットと、うん、はい、あとあっちの裏のスポット行ってきたんですけど、うん、そこの時のバッタンバッタンっていつも言うんですけど、うん、そこの音がまず静かになっちゃうのと、うん、その走り出しだけで言ったらギアが1個高い、うん、さっきまで4速ブーってなったのが、うん、3、4、5まで入っちゃうみたいな、なりましたよね、さっきね。はい、なりました。なりました。ギアが違うって言われてましたね。まあ、織田さんにもちょっと一周ぐるっと回っていただいて、はいはい、まあ、やっぱり織田さんはもう乗り心地がとにかくいいっていうことだったんで、うん、はい、でもあとやっぱトルク感が全然ありました、ね、ちょっと驚きました。本当ですか、ありがとうございます。はい、まあ、商品、セーブ商品は基本的には全アイテム、130R さんで、はい、購入いただけますんで、ぜひですね、動画見て気になる方は店長と織田さんに質問してもらえれば、はい、いろいろとインプレッション教えてもらえると思いますので、ね、はい、ぜひお試しでね、はい、興味ある方はテストしてもらって、はい、気に入ってもらったらオーダー入れていただく、はい、なかなか売れ筋の商品なんで在庫を持てるかどうかわからないので、はい、ぜひ、ね、テストの機会を設けたいと思いますので、で興味ある方は来てください、はいはい、ありがとうございます。ということで今日は本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあそれでは失礼いたします。ありがとうございます。やばいですよ、だけさん。ありがとうございます。